日本に広がる幾多のフロンティアは私たちの挑戦を待っていますフロンティアを夢から現実に変え日本再生の原動力とするための方策を国家ビジョンとして示しますその夢を現実に変えるためいよいよ始まった国家戦略会議のフロンティア文化会。2月1日の初会合では我が国が切り開いていくフロンティアすなわち 新たた。な可能性について議論しましまバブル崩壊後に生まれたような世代においては、今日より明日は良くなるという実感が持てないんですね、でそこをやっぱり突き破っていくような構想をぜひ、打ち出していきたいと思ってまして、もともと宇宙であるとか海洋であるとか、フロンティア、いっぱいあります、フロンティアを先頭になって開発, <laughs> 開発をすることによって、ですねあの、まさに世界の先頭に立つような元気な日本をもう一回作っていきたいと。 この分科会が目指すのは新たな可能性への挑戦による希望と誇りある日本の構築です中間層が分厚い社会づくりを目指す「繁栄のフロンティア」将来世代が希望を持てる社会を構築する「幸福のフロンティア」絶えず知恵や知識を創造し力強い行動に結びつく社会をつくる「英知のフロンティア」 国際社会の形成をリードし世界の平和と国家の安全を図る平和のフロンティア2050年のあるべき姿を実現するために2025年の将来像を設定して切り開くべきフロンティアの検討をしていきます2050年を展望しながらの議論でございますので大西座長以外は私より若い人でメンバーを始めていただき 加えてできるだけ女性という総理の意を汲み召集された今回のメンバー今後6月の最終報告取りまとめに向けて議論を行いその成果は国家戦略会議が今年中頃をめどに策定する日本再生戦略に反映されます多少やんちゃな議論になってもいいと思いますのであの思い切ってそれどの国がどこかを越えて解いていけばと思いします